上、日の木内の紙風船揚げ上日の木内の紙風船揚げは毎年2月10日に秋田県仙北市西北町上日の木内で行われる100年以上の歴史を持つ伝統行事である。10日を灯した武者や美人画が描かれた巨大な紙風船が真冬の夜空に舞い上がる幻想的な光景が見られ祭り当日は大勢の見学者、観光客で賑わう。上、 日の木内の紙風船揚げとして、仙北市の無形民族文化財に指定されている。加熱することによって得られる、外気温との比重の違いによる浮力を応用した伝統行事としては、科学的なこの行事の発祥由来を書き記したものは、残っていないが、地域に伝わる伝承として、江戸時代中期の安永へ2年に、近隣の銅山開発の技術指導のため、出羽秋田藩の佐竹義厚に招かれ、 同地を訪れた平賀県内により、熱気球の原理を応用した遊びを住民に教えたことが発祥の起源と言われている。これは、熱紙風船とも呼ばれており、同様の原理を使った行事は、中国や台湾では、天頭、太陽国では、小室イと呼ばれ、主にアジア各国の祝祭行事で飛ばされることが多い。従来、上、檜の木内では、修士用の半紙程度の、 小さな和紙を使用して紙風船を作り、五穀宝城、家内安全を願う虫焼きと同時に打ち上げられる規模の小さな少々月行事の一つであった。太平洋戦争を挟み一時中断したが、1974年、上日の木内地区の有志による熱心な取り組みにより、復活し、現在では冬の秋田を代表する風物詩となっている。紙風船は、近年、 巨大化が進み従来の藩士ではなく、幅1メートルほどの業務用和紙を貼り合わせて作っており、長さ3メートルから8メートル、大きいものでは12メートルに達する巨大な円筒形構造となっている。打ち上げ本番の約2ヶ月前から上、日の木内の8つの地区から住民が総出で製作作業に当たる。和紙の祭壇から絵柄の剪定、これらを 子供から年配者までが共同であたり、最終的に合計100個ほどの代償様々な紙風船が仕上がる。風船に描かれる絵柄は、武者絵や美人画が多いが、もともと祈願を目的とした行事でもあり、合格祈願、商売繁盛などの文字が書かれたものも多い。近年では観光客用に白紙の紙風船も作られ、祭りの当日の打ち上げ前、訪れた観光客が、 白紙の紙風船に願い事を書き込む姿も見られる。紙風船はいずれも構造は同じで、上部は熱気が逃げないように厳重に和紙で封を施し、下部は直径1メートルから3メートルほどの竹でできた輪を取り付け、この輪に紙風船の揚力源となる担保と呼ばれる石油を染み込ませた布玉を固定して完成する。2月10日の打ち上げ当日は18時から 一斉打ち上げが始まり、2時間ほどで作られた紙風船はすべて夜空に打ち上げられる。ガスバーナーなどを使って、風船内部に熱気が充満すると紙風船は、膨れ上がり、取り付けられた担保に火がつけられると、描かれた願い事や武者へ美人画などが、灯火の明かりにより、和紙を透かして姿を表す。参加者総勢で、風船下部のちくわを保持し、 風船内に熱気が十分入ったのを確認し、タイミングを合わせて手を離すと、紙風船は、音もなく静かに夜空へ舞い上がり、参加者からは歓声が上がる。真冬の夜空に灯火をつけた巨大紙風船がきらめき、星空の彼方に消えてゆく、幻想的な光景は冬ホタルとも呼ばれている。仙北市西汽町上日の木内矢座大地伝、ありがとうございます。